キャビネットを取ってみました。ざっと掃除をしたところです。一つ関係はないんですが、まずこの1時側のヒューズですけども、これAC のコードの1時側のヒューズですけども、これがヒューズホルダーが、ヒューズがこう入ってるんですけども、こっち側がこう挟んでるところは、こっち側がヨレヨレになっていて、多分もうあと 2,3 回でポキッと折れちゃいそうです。ここのところもう折れそうですね。グラグラしてますけど、これと同じものがあればこれを部品交換しますけど、なければこのところをうまくハンダで修正できればしたいし、最悪これにちょっとリード線をつけて、ここに直接リード線をつけて、ハンダ付けするということにしたいと思います。まあ一時側ですから、ヒューズは入れておかないといけませんので、直接つなぐことは避けたいと思います。それとちょっと動かしてみましょう。なんとかヒューズを入れまして、電源が入りました。それでテープを入れてみます。それで再生、再生の時数秒で止まってしまいますけど、このカウンターが動いてないですね。これはこのリールから多分ここに伝わってきて、これを返してこうテープカウンターを回してるんですけども、多分ここに電球がありますけど、外には光が漏れないようになってますけど、この下向けに光を入れて、光ってますね。軽く薄く見えますが、でこれをちょっと回してみますと、光が光ったり光らなくなったりするのがお分かりでしょうか。これはこの中に円盤がありまして、このテープカウンターと同じように回ってるんですね。それでこれがぐるぐる回りますと、これが回って、テープカウンターが回って、この円盤が光を遮ったり通したりしながら、テープが動いてるよということを知らしていると、検出している、いわゆるテープがランニングの検出機構だと思います。これがうまく回ってないので、それが働いてないので、テープがないと思って3秒後にシャットオフしてしまうという現象だと思いますね。ですからこの回転を、これが結構力が、回転さすのに力がいりますけど、本当はこれはもう軽く回らないといけないんですけど、多分この中のグリスが固着してしまってると思います。だからこれ分解掃除して、また新しいグリス、これはオイルの方がいいと思いますけど、オイルを入れる修理で解決するかなと思います。それと早送りとか、早送りいきますね。巻き戻しの時トルクが少ないです。さっきのトルク、再生の時にこれを回してやりましょう。この回してやると止まらないですよね。3秒後にシャットをするんですけど、これを無理やりにこう回してやると、テープカウンターが回って、反対だな、こう向けに回ってシャットをしません。ずっと再生してます。これが原因ですね。それと早送り、巻き戻しがトルクがないのは、やはりここの内部のゴムが劣化してるんだと思います。それでこれを分解してしないかのですけど、これはもちろん私初めて見るメカですし、これを
パカッと外せたら中が見れるんですけども、それを一遍トライしてみたいと思います。このプレートとそれからこのヘッドダイバンを外してみました。このカウンターへのベルトはもう緩くなって回りませんので、このベルトとこのベルトを交換して、ここ分解掃除して注油、これプラスチックですか、油入れるとまたプラスチックが溶けたりするのでシリコンオイルというのを入れています。それでこれで多分3秒後にストップする動作は解決できると思いますが、 FF とリワインドの時のトルクですけども、これ多分 FF リワインドのモーターですけども、こう回すとこれでこのリワインドの方のリールが回る、反対向きになるとこれがこっちに移動してFF になると。それでこの多分このゴムが劣化してるかなと思って見ていますと、劣化はしていなくって、多分ホコリだとか油で汚れてスリップしているのと、それとこのフリクション、このフリクションの機構ですね、右に行ったり左にこう振る、多分この辺がこれも油が固くなっているので分解掃除してみたいと思います。ヒューズホルダーですけれども、ここのところにハンダを流し込んで修理してみました。それとメーターのアクリルが汚れていたので分解して、内側と外側両方アクリル磨きで研磨しておきました。この板も分解したついでに、研磨するのと、こういうところ全部グリスアップしておきました。それで電源を入れて動作を見てみたいと思います。それでは電源を入れてみます。プレイをしてみましょう。3秒後にシャットオフせずに動いてます。早送り、早送りも十分トルクがあります。次は巻き戻し、巻き戻しもトルクがあります。ただし巻き戻しの時はこのテープアップリールが回っていないので、すぐオートシャットオフしてしまいますけども、本当のテープがある場合には大丈夫だろうと思います。それではテープを実際にかけてみましょう。これうまくいってるようですね。プレーオメーターも売れてます。で、音を出してみましょう。またミニコンにつないでいます。テープを入れて、
大丈夫なようですね。ちょっと取説がないんで、このドルビーレベルのこのボリュームは働きが分かんないんですけど、多分テープを録音するときにドルビーの基準レベルを録音しておいて、再生するときこのドルビーマークに合わせるというボリュームだと思いますけれども、今回ちょっと取説がないんで、軽く分かる範囲内で電気調整をしておきます。ヘッドホンジャックがこれグラグラなんですけども、多分こういうワッシャーがなくなってるような気がします。で、適当なものがありましたのでこれで止めておきます。組み上げまして、ここでまたエイジングしてみたいと思います。